キリスト教社会主義。キリスト教社会主義は、キリスト教内における社会主義思想。宗教社会主義の一種である。講義では、解放の進学と社会的福音がこの部類に入る。19世紀の資本主義の広がりに対して、キリスト教の多くは、ブルジョアジーと妥協しがちであったが、早くから資本主義の矛盾に気づき、特に産業革命以後の工場における労働者への 非人間的待遇目を向けた者がいた。イギリスでは、カイ・ディ・モーリス、J ・ M ・ラドロー、チャールズ・キングズリーなどが、キリスト社の社会的責任を強調した。1848年のパリ2月革命を経て、急進的な革命ではなく、社会主義のキリスト教家を標榜するとともに、現世を肯定的に捉える受肉の神学に基づくキリスト教、社会主義運動を始めた。 実質的な指導者であったモーリスは人間精神の内面を掘ること重視した結果、労働者のための教育に傾倒した。そのために彼らのキリスト教社会主義運動は1854年頃に終焉する。しかしながら労働者のためのシステムを構築することを目指したラドーは共同組合を通じた社会改良を試みた。この流れは19世紀末に至る経符として、 国際的な共同組合運動の根幹をなしている。また、一旦は終焉を迎えたキリスト教社会主義運動ではあったが、1877年にスチュアート・ヘドラムが聖マタイギルドを創設。その後、1880年代にはチャールズ・ゴア率いるキリスト教社会号が結成され、20世紀以降のイギリス国教会の中で確固たる思想的地位を確立することになった。 ドイツでは19世紀にビフェルム・エマニュエル・フォン・ケテラーなどのキリスト教、社会運動があった。反ユダヤ主義で知られるウィーン市長で、オーストリアキリスト教社会党のカール・ルエーガーも、キリスト教社会運動の影響を受けていた。アドルフ・ヒトラーは、ルエーガーの影響を受けていた。このほか、カール・バルトや、パウル・ティリッヒが、プロテスタント神学者の立場から、社会主義を深めた。 ティリッヒはナチスを避けてアメリカに亡命した。ナチス左派の夫シュトラッサーの父ペーターはキリスト教社会主義者だった。カトリック教会においてはローマ教皇ピウス九世が八百六十四年にピウス九世が近代主義者のビュセツ表ピロ九世の数多くの君は会直、書簡による大直章を発し、信教の自由、自由主義神学、社会主義、 共産主義、世俗法の境会法に対する優越などが過ちであるとされた。1891年、レオ十三世が、会直、レールム・ノバールムで旧来の職業組合が破壊され、労働者が残酷で、無軌道な競争に翻弄されているとし、他方の社会主義は富裕層を増揚する、両貧困層を借り立てるところが過ちであると、批判した。直では、国家が、 分配的正義を適用して、労働階級を守るべきであり、労働組合によって、貧困を軽減すべきであるとされた。アメリカ合衆国では、ドロシー・ディ、マーティン・ルーサーキング・ジュニア、コーネル・ウエストがいる。ラインホルド・ニーバーは、第二次世界大戦前には、社会的福音を説いて、アメリカ社会を指導したが、戦後は、キリスト教的リアリズムから、反共主義となった。カナダでは、 トミーダ・ダグラスが、ブラジルには、レオナルド・ボフが、エクアドルには、ラファエル・コレア、などがいる。日本では、安倍イソ村井智義、川上清志、河川豊彦、中島茂、田中はじめ、石川三四郎、靴見ふ子、片山明がいる。現在、キリスト教社会主義、キリスト教のみならず、宗教社会主義全般を含むの国際組織としてが、 あり、社会主義インターナナショナルの協力組織となっている。フランスのカトリックでは19世紀後半にカトリック社会主義という用語があった。しかし、社会主義が忌避されるようになり、社会的カトリシズムと言い換えられるようになった。このほか、当時のフランスでは、プロテスタントの活動を指す社会的キリスト教という用語もあった。 カトリックと自由主義の協力を主張したフェリシテド、ラムネイに対して、教皇グレゴリウス16世は1932年の会直ミラディボスで波紋を宣告した。ラムネイ以外にもラコルデール、モンタランベール、マルクサンニエなど自由主義的カトリシズムがあるが、フランスの社会的カトリシズムの主流は、王党派のアルベール・ドマンやラトゥール・デュパンなどで、反革命、反個人主義。 反資本主義の立場であった。現代的な意味でのキリスト教社会主義とは異なるが、マルクスは共産党宣言の中でキリスト教社会主義に言及しており、キリスト教の主張が社会主義的であることを指摘した上で、キリスト教社会主義は貴族階級の不満を成果するための精水に過ぎないとしている。エンゲルスは初期の著作でイギリスはある階級が 社会のどん底にあればあるほど、無教養であればあるほど、ますます多くの未来を持つという奇妙な事実を示している。これはあらゆる革命期の特徴である。特にこれはキリスト教を生み出した宗教革命の際に示された通りだ。幸いなるかな、貧しき者よと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。